クレヨンしんちゃんあるなしクイズ。あの方に共通するものは何でしょう？佐藤正雄にあって、桜田ねねにはない。風間みねこにあって、風間徹にはない。暑苦しい像にあって、あげおますみにはない。怪獣しりまるだしにあって、カンタムロボにはない。わかったかな？むずすぎよ、ヒントちょうだい。ヒントはこの男にはあるよ。誰よこの怪しい男。失礼だな。映画焼肉ロードで大活躍したトラックの男をご存じないか？あーあの男ね。あの男にはあるのね。正解はある方には動物が隠れているぜ。佐藤正雄には、馬。風間美猫には、猫。暑苦しい象には、象。怪獣しり丸出しには、牛。ヒントのトラックの男は、虎だぜ。あ、そういうことね。むずいわー。ま、次行こう。第2問、ある方に共通するものは何でしょう？さっきと同じような感じね。そうだな。松坂松にあって、松坂梅にはない。大原氏十郎にあって、大花七子にはない。魚の目お銀にあって、吹き出物マリーにはない。武蔵野健太にあって、高倉文太にはないぜ。ちなみにヒントは、雲国際の野望の吹雪丸にはあるぜ。じゃあ金玉ではないわね。映画の吹雪丸は女性だからな。正解は、ある方には武器になる道具が隠れているぜ。松坂松には、鎌。大原氏十郎には、銃。魚の目お銀には、斧。武蔵野健太には、剣。ヒントの吹雪丸には、武器というヒントが隠れていたぜ。あとちょっとでわかりそうだったわ。第3問、ある方に共通するものは何でしょう？野原慎之介にあって、風間徹にはない。松坂竹にあって、松坂松にはない。桜耳子にあって、桜田ねねにはない。マカオにあって、ジョマにはない。今回は簡単なので、ヒントはなしだぜ。ふふ、わかったわ。さすがに3問目だからわかったかな。正解はある方には体の一部が隠れているぜ。野原慎之介には、腹。松坂竹には、肩。桜耳子には、耳。マカオには、顔が隠れていたぜ。やったわ。ついに正解したわ。今回のあるなしクイズは以上だぜ。クレシンに関する謎々やクイズを知っている人は、ぜひコメントくれると嬉しいわ。以上、ご視聴いただきありがとうございました。